もちろんさっき言われた通り、横の
メイン側へ枠側にいるサポーターの皆さんは手が見えないと思いますんで、その方は近くにサブリーダーが必ずいると思いますんで、そのサブリーダーの手を見てここでボーイっていう風に合わせていきたいと思います。ちょっと一回練習したいと思います。まあ、選手が入ってきたっていう手でいきます。ちょっとサボやっぱちょっと早いんで、ちょっとゆっくり行きたいんで、僕の手を見て、今までちょっと早い流れで慣れちゃってるんで、それでちょっとバラバラになっちゃう。ちょっと手の動きで、すいません、お願いします。そこは対抗なしにして、この声だけで迫力を出したいと思って、それでヴィッセル神戸のコールから初めて太鼓が入る。それでメリハリをつけて、ヴィッセルコールをさらに、力強いものに、見せるという風な、取り組みなので、ちょっと協力の方よろしくお願いします。それで今さっき、吉田アンバサダーの方から話があった通り、確かに当初、目標としていたところには現実的に厳しい状況になってます。しかし今日と、次の試合2試合勝てば ACL 圏内を目標にすることはできます。このまま今シーズンすごい勢いで突っ走ってきて、ちょっと後半戦失速してますけど、今までにないような鹿島スタジアムで2回勝ったり、決勝トーナメントにも進んだり、さまざまな歴史を塗り替えてきている今年、このままつるつるあと打線で終わるわけいかないんですよね。なのでこの今日と次の2試合勝って、最後まで目標を持って熱い気持ちで戦えるように、今日何としても勝とうぜ。変えてきた投手です。このままなんとなく終わりたくないんです。みんなもそうですよね。俺らね、応援も進化してきて、チームも進化してる。さらにもう一段、このままだらだら終わるんじゃなく、しっかり形を残して終わりたいと思いますんで、今日も思いっきり熱い応援よろしくお願いします。